女はとっても器量のいい箱入り娘です。だけどもちょっぴりおてんばなのがたまに傷なのです。その日彼女はとても険しい崖の上でお花を摘むことにしました。ピースピースピース素晴らしい人生、ピースピースピース素敵な出会い。彼はとある高貴な生まれの聖人君子です。それゆえ孤独で生きる意味を見失ってたんです。思い詰めて森の中猟銃を片手に記事を打つことにしました。ピースピースピース素晴らしい人生、ピースピースピース素敵な出会い。狙いを定める彼の頬にふと雨粒が、見上げればそこに頬赤く染めた彼女の姿。そこからまあそれなりになんやかんやとありまして、結婚することになりました。ピースピースピース素晴らしい人生、ピースピースピース素敵な出会い。ちなみに僕は通りすがりの近藤光司です。その一部始終を見てました。溜め込まずに出し切って全てを水に流す、とっても爽やかな朝でした。